12が生み出す怒涛のスピード、今もインパクト大きなムルシーラ号を中古車で楽しむ注意点を英国編集部がご紹介します地球上で最もセクシーな車ランボルギーニムルシーラ号は確かな成果を残したスーパー,アーカーだ1990年代を象徴するランボルギーニとして11年も生産が続けられたディアブロの光景を不足なく努めた フォルクスワーゲングループ参加へ転身したブランドの初モデルでもある。当時は情熱的なイタリア車にドイツ水準の品質管理が適用できるのか疑問視した人もいただろう。だが実際は可能だったようだ。ムルシエラゴの発表は2001年。 ドイツ人の冷静さが加わっていても、ランボルギーニらしい華やかさは失っていない。V 型12気筒エンジンをミドシップする四輪駆動で、ランボルギーニのフラッグシップモデルとして2010年まで、君臨し続けた。それまでに、サンター型から誕生した、スーパーカーで、最高の一台と言える内容を備えていた。2005年に、 オートカルでも試乗しているが地球上で最もセクシーな車だとそのルックスを称賛している全高1.2メートルという低くワイドでドラマチックな見た目のボディへ縦に跳ね上がるシザーズドアが与えられているアクティブリアウィングとエアインテークを採用し空力特性を高めつつ冷却性能も維持したエンジンは ディアブロのものに改良を加えた、自然吸気の6.2リットル V 型12気筒。最高出力 580PS、最大トルク 66.1kg、M を発揮し、サウンドでもドライバーを倒水させてくれる時速。0100km 加速は3.6秒。 最高速度は時速 329km が主張されていた2006年のフェイスリフトで6.5リットル 640PS へ当初のトランスミッションは6速マニュアルのみで4輪駆動システムは通常では70%のパワーをリアタイヤへ伝達パワーデリバリーと引いてたトラクション引き締まった姿勢制御と現代的な技術などが高い評価を集めているインテリアは アウディ品質。従来のランボルギーニを大きく超える質感を備えていた。ドライビングポジションはより自然で、ダッシュボードの作りも良い。エアコンやレザーシートも標準装備されている。ルーフを畳めるロードスターは2004年に登場。フロント部分に手動で取り外せるソフトトップを格納できる。強化されたシャシーと専用のエンジンカバー、リアピラーが採用されていた。 車重は 29kg 増加し、時速 0100km は3.8秒へ、若干落ちている。2006年にフェイスリフト。V 型12気筒は6.5リットルへ、排気量を増やし、640PS を獲得時速。0100km 加速は3.4秒へ、短縮し、最高速度は時速 339km への上昇を果たした。 スタイリングの変更も比較的大きく、より造形が大胆なフロント周りと左右で非対称なサイドインテークが特徴といえる。それより一足早い2004年には6速ロボタイズドマニュアル E ギアも導入されている。インテリアでは新しいサウンドシステムが採用されたほかシートが変更され、頭上空間が拡大。 最高出力を誇示するように、ムルシエラゴの後ろに、LP640 というサードネームも追加された。350台限定の最強版が、LP670-4。モデル末期の2009年、ランボルギーには、最終限定仕様の LP670-4 スーパーベローチェを投入。ハードコアな内容に、当時265,937ポンドという、 驚きの金額で350台が販売された6.5リットルと V12 エンジンの排気量は変わらないが最高出力は 670PS まで増強、時速 0100km 加速3.2秒に 最高速度時速 341km という現代でも引けを取らないパフォーマンスを実現しているカーボンファイバーを積極的に採用することで車重は 100kg もダイエットサーキット走行を意欲的に楽しみたいドライバーのため大きなリアウィングが追加されるエアロパッケージも用意されていたそのホディキットによりアンダーステアは減少姿勢制御も向上し 息を飲むほどの速さを体験しやすくしている。10年間に製造されたムルシエラゴは、合計4099台。貴重なモデルとは言えるが、意外にも中古車市場にも少なくない数が、流通している。新車当時の英国価格は17万5000ポンドからだったが、10年ほどの時間を経て、近年では13万ポンド、約2015万円ほど用意すれば、ガレージへ迎え入れることが可能。 もちろん、走行距離が短く状態の良い車には、新車時以上の数字がついている。オーナーになるなら、多額のメンテナンス費用は想定しておきたい。新車の頃でも中古車になっても、ムルシエラゴに安く乗れないことは、間違いないだろう。オーナーの意見を聞いてみる。ビル・アングリッチ氏、ムルシエラゴ l p 6 4 0のマニュアルを、所有しています。フェラーリや アウディ R8 と比較して圧倒的に威圧的なルックスが最大の特徴と言えますが、それでいて美しく感じるとも思います。V 型12気筒エンジンは間違いなし、今でもベストサウンドを聞かせてくれるエンジンの一つでしょう。コンバーチブルは好きではないのですが、サウンドをより直接耳で聞けるので、ロードスターを選びました。しかも途方もなく早いです。 ソフトトップの脱着が難しく、天候が安定しない英国では厄介ですね。知り合いのムルシエラゴは、イ、e、ギアに不具合が出たそうです。彼が私へマニュアルを勧めた理由でもあります。知っておくべきこと、ムルシエラゴの整備費用は、正規ディーラー以外でも、安くない、高級車を専門に扱う英国の HR、オーウェン車の場合、1145ポンド、約18万円から、 定期点検のサービスを提供しているエアフィルターと点火プラグトランスミッションフルードの交換などが含まれる整備で4300ポンド約67万円が必要になるというガレージによって価格設定は異なるものの購入前に調べておいた方が安心ではある購入時に気をつけたいポイントトランスミッションロボタイズドマニュアルの E ギアは連続して アクセルペダルの操作時にクラッチ接続が重なるとクラッチの摩耗や加熱を招く。バックでも同様、オーナーによれば E ギアのクラッチは MT よりはるかに早く減るというクラッチ交換はエンジンを下ろす必要があり、英国では5000ポンド、約78万円ほど必要になる E ギアでは機械式アクチュエーターの不具合も起きやすい、変速できなくなるため、 症状はわかりやすい。英国の場合は、交換に1万5千ポンド、約232万円程度の予算が必要になる。2009年以降はソフトウェアが改良され、信頼性が向上している。ボディ、飛び石傷や、すり傷などに気をつけたい。ムルシエラゴの前高は低く、前腹は2メートルを超える。シザーアッツドアの底面が腐食していないか、開閉時は確認したい。ブレーキ。 サーキット走行など、ハイスピードで走らせるほど摩耗は速い。ディスクやパッドは、減り具合だけでなく腐食具合も確かめたい。安く交換はできない。後期モデルのカーボンセラミックブレーキは減りにくい。ブレーキフルードの交換は、毎年が推奨だ。エンジン、バルブタイミングに不具合が出ることがあり、ミスファイアや始動できなくなることがある。エンジンの定期メンテナンスは、12000km ごとか、 毎年という指定、エンジンオイルは 1600km ごとに1リットル消費することもあるというソフトトップ、ロードスターのソフトトップはフレームを組み立てる必要があり、簡単ではない。クーペを選ぶか悩むなら、知っておきたい。英国ではいくら払うべき、13万ポンド、約2015万円、14万9999ポンド、約2324万円、 走行距離が伸びた初期のムルシエラゴクーペを英国では探せる。15万ポンド、約2325万円。16万9999ポンド、約2634万円。走行距離4万 8000km 以下のムルシエラゴ。E ギアの6.5リットルエンジンバニア、ロードスターも含まれてくる。17万ポンド、約2635万円。 184,999ポンド、約2,866万円。オプションがふんだんに搭載された、走行距離3万 2,000km 以下のムルシエラ5が、英国では出てくる。18万5,000ポンド、約2,867万円。19万9,999ポンド、約3,099万円。走行距離は1万 6,000km 以下。 直近モディーラーで整備を受けた状態の良い例が中心20万ポンド約3100万円以上英国では走行距離 8000km 程度の極上のムルシーラゴが購入できるハードコアな LP6704 スーパーベローチェが出てくることも英国で掘り出し物を発見ランボルギーニムルシーラゴ 6.24WD 登録2007年走行距離 3万 1900km、価格16万ポンド、約2480万円。執筆時に出ていた、最も安価なムルシーラゴの一台、個人売買だが、整備記録が整った、5オーナー車だ。記録を確認すると、2017年以降は 1200km も走っていないという、写真から判断する限り、 ボディやインテリアの状態はかなり良い様子。お値打ちな例かもしれない。